ただ、普通はなかなかこういう虫がバン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 来るやつをやらないんですよ。はい、だから、ね、私はもう安心してください。小林さんね、この間方は、私たち、歌の、歌手といいますか、そういうステージをやってる人間というのは呼ばれないと来れないんですね。もちろん、自分から言っても誰もやるためなんです。どうしよう。もう言うとこ言ってくれよって言ってくれないとダメなんで。じゃあ、俺も、大好きでよかったね。本当よかったんですよ。ありがとう。皆さん、それで、ねえ、もう、こういうステージで熱いのにね、歌われてまた、本当のオリックスはこんな格好してられない。いえいえ、本当に。それでね、一生懸命歌っていただいて、まあ、私もちょっと上ですからね、年が。年のこと言わんでもない。いや、気にしてんの俺。それで、頑張ったら会いたいなっていうお返事をいただいて、やっぱり、ね、嬉しい。ね、ありがとうございます。本当におかげさまでしたけど。また、なんかの時にね、はい、ぜひ、これからやっと分かったもんだから、ですね。どん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 仲間がなくなっていくんだけど、テレビの方にもね、今年のもう暮れの方からまたテレビにどんどん出てきますんで、はい、もうまたテレビ局の方に森本出せとかね、いろいろありますからね、リクエストいただけるとまた出てくれると思います。マスクも NHK の方の、漫画大全集とか、そういうのも出ておりますんで、そうですね、今日ここに今いらっしゃるお客さんは森本英世さんのこれからの活躍を後押ししていただけますよね。ありがとうございます。心が熱いんですよ、そこの人は。本当だから私ここで永住してんの。いや、お顔もいいんですよね。すぐ眼科に来てください。ごめんなさい。今日はね、さっき歌った新曲の雪景色をこんな俺でもと、そして、森本英世をマニナスターズを歌うと、それからタイガーマスク、はい、新しくこうレコーディングをしまして、はい、実際には歌ってるのは昔の声のそのまま入れてるんですけれども、タイガーマスク運動というのがありまして、伊達直という方が、子供たちにランドセルを送ったり、お金を送ったりしてたりですね、ニュースが流れるたんびに、行方タイガーって僕の歌が流れるんですよ。でこの歌っている森本が何もしないわけにはいかないな。あなたもボランティアをやってるんでしょ、だから。その今、レコードの売り上げをして、そういうことをやってるんですよ。タイガーマスクの売り上げを全部、寄付させていただいてますんで、ね、聞いたら、素晴らしいことをやってる。だから人気落ちないのよ。ありがとうございます。どこ行っても。まあ、この霞ヶ浦市っていうのは、私の出島村っていうんですけど、私は出島村の時に来て、こんないいとこない、東京に行かないっていうんで、こっちに移して、もう帰るのやめたの。それでいい。いいところでいいところ。もう虫を食べれば元気になるし、関数の難点、ワカサギ寿司って言うんだよ。ワカサギ食べるのも一緒なんだから。そういうとこ、今度ワカサギ送るから。ね、頑張ってくださいね。じゃあ、アンコールに答えて、もう一曲だけね、大きな拍手をお届けください。それでは、もう一曲、ゆで、タイガーマス。I'm gonna go.